サンマルクフ諸島沖の海戦は、フランス革命戦争中の1798年5月に、ノルマンディ沿岸のコタンタン半島近くのサンマルクフ諸島沖で行われた海戦である。1795年、この島にイギリスの駐屯隊が置かれ、北フランスの沖を航行するイギリス海軍軍艦への再補給基地として機能していた。フランスは、島から、 この中東隊を追い出すため、また同時に計画されていたイギリス侵攻に向けて開発していた兵器と戦略等を試すために1798年5月7日、50隻以上の上陸用集艇を用い何千人もの部隊を投入して陸海共同の襲撃を島の南部に仕掛けた。かなりのイギリス海軍の部隊がこの海域にいたにもかかわらず、 風の強さと潮の高さとで戦闘に参加できず、フランス軍との戦闘は、わずか500人規模の駐屯隊に委ねられた。数の上では勝っていたにもかかわらず、フランスの攻撃は悲惨なものだった。サンマルクフ諸島の砲台の下の解放水域で上陸用集艇が攻撃され、集艇の内南赤化は上院諸とも沈んだため、1000人近い兵が溺死した。 砲台からの砲撃と海兵隊は、フランス兵の上陸を一人たりとも許さず、退却する艦隊は、北の方の島からの標的となって、さらに多くの損失を与えた。イギリスの死傷者は無視していいほどの人数だった。この作戦の失敗により、フランスが総力を挙げて、イギリス侵攻をした場合の、予想し得る結果が示されたのだが、フランスの脅威はなおも残り、イギリス海軍は、 コタンタンの複数の港に闘病していた上陸用集停に対する厳重な海上封鎖を開始した。この戦闘の一月後、イギリスはこの戦略によってノルマンディ沿岸を通過したフリゲート艦とコルベット艦を妨害して干渉し、この戦闘に次いでフランスに勝利するという結果に終わった。フランス革命戦争の真ん中、イギリスの軍艦はフランス沿岸を巡回して、 フランスの海上交通を妨害し、かつ破壊して、フランスの港への海上封鎖を行った。1795年、著名なイギリス海軍士官であるシドニー・スミス艦長は、再補給地をフランス沿岸の沖合に作ることができれば、自国の艦の航行時間を延長できることを知った。この目標のために、スミスは、ノルマンディのコタンタン半島のラベノビー沖合にある。 3.5マイルの無人島であるサンマルクフ諸島を占領した。スミスはここに兵舎と砲台を築き、500人の水兵と海兵隊を駐留させた。その兵たちには、いわゆる傷病兵と呼ばれる、艦上で任務につけない者たちの比率が大きかった。このサンマルクフ諸島には常にイギリス本国からの食料が補給され、ここを訪れる艦が袋に入った土を持ってくるため、 野菜の自給が発達した。スミスはこれらの島を数隻の宝艦で援護した。この宝艦とは、平底船を改造したバジャーにホーク、そしてシャーク、それからモスキートクラスの浮き放題であるサンドフライだった。このサンドフライは、スミスがサンマルクフ諸島の防御目的で作ったものだった。バジャーの艦長であるチャールズ・パップス、プライス会議がここの指揮官となった。 プライスは何度も昇進を見送られており、サンマルクフ諸島では多くの時間をポーツマスから連れてきた勝負と共に過ごした。英仏海峡の地図。中央にノルマンディーとコタンタン半島が見える。1796年、イタリアでフランスがオーストリアに勝利し、以来フランス国内ではイギリスとの直接対決を求める圧力が大きくなっていった。 フランス北部に展開されていた陸軍アルメ・ダングルテルの指揮官は当初ナポレオン・ボナパルトであったが後にシャルル・エド・アール・ジェナンド・キルメーヌに委任された。ボナパルトもその後指揮官となったキルメーヌもイギリス侵攻の準備をしておりアントウェル・ペン出身のムスケーン艦長は海軍の監督者で部隊を輸送して英仏海峡を横切るのに適した。 上陸用舟艇の艦隊を開発するようにとの指示を受けていた。フランス政府は、スウェーデンの軍艦設計者であるフレデリック・ヘンリク・アフ・チャップマンに進行用の舟艇を発注し、1797年には、チャップマン設計の舟艇が、フランス北部沿岸で、ムスケーンの監督のもと建築されていた。この舟艇は、フランス兵には、バトーアラ・ムスケーンとして知られていた。 ジャンバティスト・レーモンド・ラクロス1798年4月、ムスケンはサンマルクフ諸島への攻撃のため、上陸用襲艇部隊を準備するよう命令を受けた。この作戦は、イギリスの駐屯隊を根絶して、フランスの襲撃基地として再建すると同時に、陸海共同作戦においての上陸用襲艇の実効性を試すものでもあり、また、 イギリス海軍の注目を英仏海峡に引きつけることで、トゥーロンでボナパルトが行っているエジプトへの進攻作戦の準備から目をそらす狙いもあった。1798年4月7日、ムスケーンはポアン将軍の指揮の下、と33隻の上陸用集艇を率いてルアーブルを出港したが、4月8日になって行く手をリチャード・ストラカン艦長のフリゲート艦ダイアモンドと フランシス・ラフォリー艦長のヒドラに遮られているのに気がついた。16時にこの2隻はフランスの集停部隊をオルヌ川川口に追い詰め砲撃を開始した。しかしダイヤモンドはその後間もなく座礁した。火が落ちてからダイヤモンドの乗員は救出されたがどちらの側も相手に大きな損傷を与えることはできなかった。4月9日フランスの隊はオルヌ川を離れて ベルニエール・シュルメールの港に闘病することができた。しかし、ウィリアム・ホサム艦長の4等艦、アダマントがそこに到着し、ムスケーンを説得して、オルヌ川河口の、もっと防御の固い闘病地に戻るように言った。ムスケーンは、東の方に戻ったため、彼の召喚隊は再び、ダイヤモンドとヒドラの放火を受けた。これで受けた損害の修理が終わるまで、フランスの召喚隊は今度は、 サルネルの砲台の下に逃げ込んだ。しかし、それから2週間の間に状況は変わった。シェルブールのジャンバティスト・レーモンド・ラクロスにムスケーンの救助が知らされ、ラクロスから40隻の集停と武装した漁船で構成された援軍が送られてきた。4月の終わり、ムスケーンは沖合でイギリス軍の妨害を受けずに逃げるという後期に恵まれ、サンマルクフ諸島の西にある。 サンバーストラウーグまで航行した。そこで、ムスケーンは、彼らを手にしへやってきたイギリス戦隊に、邪魔されずに島に襲撃をかけるための風向きと潮時を待った。コタンタン半島の地図、シェルブールの右下がサンバーストラウーグ。5月6日、ムスケーンが攻撃するにあたっての条件は完璧だった。風は穏やかで、イギリスの軍艦が、フランスの小艦隊を阻止できず、 潮は静かで、召喚隊が大波により崩壊するのを防いだ。イギリス側も攻撃に当たって必要な状況を把握していて、素早く砲台の準備をし、騎士に海兵隊を整列させた。夜の間にサンマルクフ諸島を小さなボートが出港し、ムスケーンの召喚隊がサンバーストラウーグを出て諸島へと進むのを監視していた。そしてアダマントには、 ジョン・タルボット艦長のユーリディスとウィリアム・ハギット艦長のオレステスが合流した。アダマントは、なぎのため、サンマルクフ諸島から6カイリのところで立ち往生していた。イギリス側は非常に奮闘したにもかかわらず、3隻は参戦に間に合うように島へ到着することはできなさそうだった。深夜、この小型ボートがイギリス戦隊にフランスの接近と、 プライス会議が防御の準備ができたことを信号で知らせた。ムスケーンの召喚隊には52隻の集艇が集まっており、その中には上陸用集艇の援護射撃をするための大きな大砲を積んだブリーク船もいた。攻撃部隊の主力は5000人から6000人の間の人数でブローニュシュルメール周辺の沿岸警備部隊から大々的に引き抜かれた兵士だった。 夜間攻撃という危険の伴う攻撃をしたくなかったため、ムスケインは夜明けを待った。まだ明けきらないうちに、船を配置につけて、サンマルク9島のうち、南の方の島の西部の防御を襲わせようとした。300ヤード沖き合には大砲を積んだブリック船が上陸用終点の背後にいて、その終点が島に接近して攻撃する間、援護射撃ができるようになっていた。夜が明け、 ムスケーンは命令を下し、ブリーク船の大砲と上陸用集艇に積まれてあった。それよりも小型の大砲とがイギリスの防御に向けて砲撃を開始した。プライス海議の指揮下の島の西部の砲台には17門の大砲があった。4ポンド砲が4門、6ポンド砲が2門、そして24ポンド砲の長距離砲が6門あり、また24ポンド砲が3門と、 32ポンドのカロネード砲が2門あった。この大砲のうちの8門は比較的軽量であったが、砲撃は軽装備のフランスの修堤に破壊的な損害を与えた。多くの死傷者が出たにもかかわらず、フランスの修堤はマスケット銃の射程内50ヤードにまで接近を続けた。島に駐屯していた海兵隊が砲撃を開始し、大砲を受け負っていた兵は、 三段銃に切り替えた。六隻か七隻の集艇が乗員と部隊を乗せたまま沈み、それ以外の集艇もかなりの損害を受けた。損害があまりにもひどいため、フランス軍は攻撃中止命令を出した。しかし、退却する部隊は集艇を連れて、東の島を通った。そこには、リチャード・バーン海医のサンドフライがいて、68ポンドのカロネード砲が積載されており、 この大型砲はさらに大きな損害をフランスに与えた。ホサムの戦隊は、この戦闘に参加するべく死に物狂いの努力をしたが、風があまりに弱かったため、ホサム隊ができたことは、残りのフランス艦をサンバーストラウングに追いやることだけだった。ヒドラとコンフィアントの交戦この戦闘はフランスに、とっては大惨事だった。非公式な資料によると、900人の兵士が戦死。 または歴史で少なくとも300人が負傷した。加えて新しくできたばかりの上陸要集艇も多く失われた。フランスでは新しく就任した海軍大臣エエチヌユースタシュブリュイがこの戦闘の直後に2度目の攻撃計画を命令したがフランス政府はこれをすぐに取り消した。政府は2度目も惨憺たる結果に終わった場合の決まり悪い思いを したくなかったのだ。その代わり、ラクロスが残った艦をシェルブールに送り、それらの艦からサンマロとグランビル援軍を派遣した。ムスケーンは、それ以外の艦とルアーブルに戻るように命じられた。イギリスでは、サンマルクフ諸島をうまく防御したとして、賞賛の声が湧き、プライスはその見返りとして昇進したが、バーンは公式報告書での推薦があったにもかかわらず、昇進しなかった。 イギリスの損害は海兵一人の選手とその他四人の兵の負傷であった。この勝利はイギリスにおいては将来的にフランスに侵攻された場合もおそらくこのような結果となるであろうその先ぶれとみなされ、フランスの陸海共同による攻撃という脅威への恐怖を和らげるのに役立った。それから50年近く経ってその時存命であった参戦者にサービスメダルと それに付属したサンマルクフ島の略称が海軍本部から授与された。イギリスはその後の攻撃に備えてサンマルクフ諸島の防御を強化し、この地域を多くのイギリス艦がフランスの動向を探り、また新興軍の召喚隊を阻止するために巡回した。1798年5月30日の海戦で、この戦略は予想外の成功を成し遂げた。ヒドラが フランスのフリゲート艦コンフィアントとコルベット艦をディーブ川の沖合で阻止した。イギリス艦はコンフィアントを座礁させ乗り込み部隊は後にこの艦を燃やした。1802年までこの諸島はフランスの攻撃をそれ以上受けることもなしにイギリスの支配下にあった。1802年のアミアンの和訳でサンマルクフ諸島はフランスに戻され、 ナポレオン戦争中の1803年から1815年までフランスの支配下にあり、大々的な規模の中屯隊がこの諸島を守った。ありがとうございます。